いやー、なんかさ、こう生きていると、生きているとって言っちゃうとさ、こうくくりがでかいかな。こう生活していると、なんかさ、こう物をもらう時ってあるよね。こう誰かにも物をもらう、仲いい人、仲良くない人、まあ物をもらう時あるよね。でさ、やっぱりさ、そういう時にさ、あら、それちょっといらねえなーなんて思っててもさ、こうなんか受け取らなきゃいけないような時ってあるじゃん？あるある。なんかさ、こんなに帰りにさ、あそこのゴミ箱にこれ捨てて帰ろうぐらいさ、いらねえよってやつあるよね。まあまあまあ、なんでそんな話をするか。ね、最近ね、これもらったの、これ嬉しかったけどね、これね、妖怪ウォッチのね、このデラックスフィギュア。2015年の春バージョン。ねえ。今2018年の春？春じゃないよね。まだ2月だよね。3月になりそう。春？冬？春冬？春冬？わかんないけどさ。まあ、これはさ、妖怪ウォッチのさ、このやっぱジバニャンのさ、このフィギュア？これはまあ、いつもらってもきっと嬉しいんだろうね。まあ、可愛いからね。というわけでさ、これがそのフィギュア？ジバニャンがね、ここに桜をつけて、頭に桜をつけてね、桜餅を猫持って、いやー、かわいいね、これもね。早く春来ないかな。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。